こんばんは。ですね、先ほどちょっとこれ飛ばしてみたんですよ。で、結構じゃじゃ馬で、家の中ちょっと危なかったです。で、ちょっと設定をね、上級になってたみたいなんで、中級に変えたり、初級に変えたりしてみました。で、その結果、一応初級ですね。初級にしてもね、なんかこう違和感があるんですよね、普通のヘリと違って。なんでかな。で、その後こっちの K100 飛ばしたんですけど、 K100 は本当、なんだろう、1セルだからか知らんけど、すごい飛ばしやすい。ただね、なんだろう、設定ちょっと左に流れがちになってますね。多分水平キャリブがちょっとおかしくなってるのかな。とにかくちょっとこっちのね、150X はなんか違和感がある。で、いろいろこっちのプロポの設定もいろいろいじったんですけど、最初上級にして、今これあれかな、上級にして、よいしょ、 150X。 で、上級にしてね、エキスポなんですけど、今これ、ゼロなんですよ。まあ最初もゼロだったんでね、45ぐらいまで上げたんですけどね、45上げると今度その操作の方がね、間に合わない。打ってるだが反映されてないんで、中級にしたりして、落としていって。で、結局家の中では初級モードですね。で、まあなんとか飛ばせるかなという形になってます。どうしようかな。とりあえず一回飛ばしてみるかな。まあとりあえず、ほんじゃ、150X で、飛ばしてみようか。よいしょ。おう。とりあえずね、なんかね、なんかおかしいんだな。とりあえず電池も変えて。いい感じならいいんだけど、全然良くなかったんでね。まったりじゃないんよね。よいしょ。こんな状態です。あんまし左右は見ないようにしてください。じゃあ 150X いきます。ホールド解除して、今これ初級なんで、ちょっとなんかね、打が遅れる感じ。ある意味エキスポプラスの方に回した方がいいんじゃないかなっていうぐらいのレベルですね。はい、ホールドします。よいしょ。自分が前に出るとモーロに移っちゃうんで、こうして、とりあえず機体を動かなくするために電池を抜くと。次にこちらで、モデル切り替え、K100 ですね。 K100
契約を選択します。で、これさっきちょっと飛ばしたけどまだ電池はあると思うんでこのまま行きましょう。いいかな、これは早いよね。よいしょ。計100、ホールド解除をします。でね、これはちょっと左に行く癖があるんで、まあ L 音のちょっと右打ちで、はい、あとはもうスティックをね固定すると案外じっとしてるんですね、これこの K100 って。まあ、あとそのあれですね、やっぱり1セルなんで回転数も低いんでおとなしい機体ですね。これは本当怖くなく部屋の中で飛ばせます。うん、癒し系ですね。ただ 3D 的にはちょっとパワーがないんであれなんですけど、ちょっと電池見えなくな、はい、という形で、K100 はまったりと、レックスの方はちょっとジャジャウマ系なんで、またそうですね、もうちょっとこっちのレックスの方は調整もうちょっとやり直した方がいいかなという感じですね。はい、というわけで、あったよいしょ、はい、というわけで、室内ホバーするんなら K100 で、まあ外で遊ぶんならまあ H50X とか、まあ使い分けですね。うん、とりあえずまあ日曜日うまく飛ばせるよう調整していきたいと思います。以上になります。